はい、経過も通送料を展開しております合同会社モテナス便の椎根翔です。本日はですね、本日もですね、はい、弊社の試し体験に来ていただいた、八木さんのインタビューをですね、はい、何回かやめてお送りします。はい、今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今回はですね、前回この今まで、このお試し体験を乗る前の経過物のイメージで伺ったんですけども、はい、実際に、経過物を乗ってからのイメージですね、はい、もうちょっと乗ってからじゃないですね、今日体験してからですね、はい、のイメージを伺えたと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。そうですね、体験させていただいて、はい、変わったことは、はい、まずナビで、行くので、その道を完全に覚えてなくていいっていうと、そうですね、はいはい、あとはそのものすごい運転がうまくないといけないのかって言ったら、まあ普通に、普段運転できるレベルであれば問題ないんだなっていうところは、はい、すごい感じましたし、一番はそのノルマがそこまで思ったよりきつくないんだな、時間にすごい余裕がありましたね。今日の仕事はさ、はい、時間に余裕がないって言い方変ですけども、あ、はい、まあ、きつきつの仕事の中にはね、なくはないですよ、時期って。でもまあ、そんなに、はい、きつきつではないと、全体的にね、はい、とは思います。はい、はい、そういう無理なイメージっていうのはなくなりましたね。うん、なるほどですね。で、まあ、さっきお話の中で、はい、道を覚えてなければってお話ありましたけども、実際ナビを使えれば大丈夫ですね。ただナビ使えないとまあダメです。はい、はい、ということですね。はい、はい、ということで今回も八木さんのインタビューをお送りいたしました。はい、また次回よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。